カルニチン、カルニチン、カルニチンは生体の脂質代謝に関与するビタミン様物質でアミノ酸から生合成される誘導体である。動物の体内で生合成されるため必須アミノ酸ではない。しかし、摂取不足や過剰消費によって欠乏症を発症することがある。12類の赤身に多く含まれる。立体異性体のうち脂質代謝に利用されるのは低。 カルニチンのみであり、エナンチオマーの D カルニチンは活性がないとされている。日本においては、食品分野で利用される L カルニチン、気象疾病用医薬品である、レボカルニチン、胃薬として使用される DL カルニチンがある。以下は特に断らない限り体について記述する。カルニチンは、生体内で脂質を燃焼して、エネルギーを産生する際に、脂肪酸を燃焼の場である。 ミトコンドリア内部に運搬する役割を担う。カルニチンは1905年ロシアの科学者により肉抽出液ス中に発見され、1927年に構造を決定された。当時、茶色ゴミ虫だましに必須の成長因子としてビタミン B と名付けられた。1960年代までにカルニチンが調査脂肪酸のエネルギー代謝に必須の物質として認識され、 その後も、生理機能に関する研究が続けられている。なお、生体内で微量性合成されることが分かり、戦術のビタミンの名称は現在では使われていない。日本においては、薬事法の適用を受けない、医薬品に該当しない、食品分野で利用される L、カルニチン、フリーの L カルニチン以外に加工特性を高めた L、主席サンジオとフマルサンジオが使用されていると、 先天性欠乏症患者無血症病医薬品である、レボカルニチン、塩化レボカルニチン、イコール塩化エルカルニチン、消化管機能低下に対する胃薬として、数十年来使用されている DL カルニチン、DL カルチン塩酸塩がある。この中で、脂質のエネルギー代謝に関与するのはエルカルニチンである。食事由来の外部摂取されたカルニチンは、腸管において吸収される。 この際、種として、アドンを介して、濃度的に吸収され、高濃度の場合は一部自動的に吸収される。正確な吸収率については分かっていない。また、尿細管においてもアドンにより再吸収され、体内で効率よく使われていることが知られている。カルニチンは体内においては、ほとんどが筋肉細胞に存在しており、筋肉細胞内において、脂肪酸を、 ミトコンドリア内部に運搬する役割を担う。その後、脂肪酸は β 酸化を受け作酸にまで分解されながら、生成したアセチル c o A は、クエン酸回路を通じて、エネルギーに転換される。この脂肪酸は主に存在比率の多い、調査脂肪酸であり、中さ脂肪酸は、カルニチンと結合せずに、ミトコンドリア膜を通過できることが知られているが、カルニチンと結合されて、 ミトコンドリア内部に反されている中、鎖脂肪酸も存在する。脂肪酸は細胞質ではコエンザイム A、COA と結合したアシル COA の状態で存在するが、ミトコンドリア内膜を通過する際にはカルニチンと結合したアシルカニチンの状態となっている。この転換の反応はミトコンドリア膜に存在する酵素により触媒されている。 先天性カルニチン欠乏症、CBT1 欠乏症、CBT2 欠乏症、キャックと欠乏症の場合には上述のステップとは異なる。クエン酸サイクルにおいて余剰なエネルギー源は脂肪酸として再合成されるが、CBT1 はその際の中間体であるマロニル COA よりアロステリック阻害を受け活性を低下させることが知られている。 安定同意体死意を用いた厳密な試験において、運動を伴わない健常人被験者にて、経口摂取したカルニチンにより死亡燃焼が促進されることが、うつっくらにより二千四年報告された。必要量の二十五パーセントが生合成されるが、必要量には不足するので、食物から摂取する必要があり、摂取不足、ダイエット、特殊除居入の常用や過剰消費、 透析、下痢、転換治療薬のバルプロ酸ナトリウムや、ピボキシル機ン有効筋薬の副作用、腎不全、肝不全、多臓器不全、遺伝性疾患、カルニチン代謝異常症などによって発症する。小児では、合成能が低い、利用率が高い、筋肉量が少ないため体内蓄積量が少ない、などの利りによって、二次性欠乏症を発症しやすいと、される。しかし、 医療従事者のカルニチン欠乏症に関する知識が少ないとの指摘がある。主な症状は、低血糖筋緊張低下、痙攣、意識障害、雷様症状、オーモンス自由解症、ミオグロビン尿症、脂質蓄積性ミオパチー、低血糖、脂肪肝、並びに筋肉痛、疲労、錯乱、及び心筋症を伴う、高アンモニア血症、死亡することもある。 カルニチンは分子構造内に4級アンモニウムを持ち、ベタイン構造をとるアミノ酸の誘導体である。水酸元を排する不正炭素と4級アンモニウム4、カルボキシュラートアニオンとの結合間にはそれぞれメチレン元を持っている。タンパク質を構成するアルファアミノ酸はもちろん、構造的な抗議のアミノ酸には定義上は該当しない物質である。人の体内においては、 カルニチンは主に肝臓、腎臓において、タンパク結合性のアミノ酸のリシ心に、メチオニンがメチル元を供与する反応を経由し、数段階の反応過程を経て生合成される。この際に、メチオニンは S、アデノシルメチオニンに変換されメチル元を供与し、さらに続く反応では、ビタミン C、鉄、ビタミン B6、ナイアシンが必要とされる。 特に成長時や妊娠中には、カルニチンの必要量が通常時よりも多くなり、また生合成時に必要な核物質も不足気味となることから、外部摂取が推奨されることがある。体内には、約 20g のカルニチンがほとんど筋肉細胞に存在する。1日のカルニチン性合成推定量は10から 20mg であり、大部分は肉食により補給される。ただし、 健康な小児及び成人は、1日に必要なカルニチンを肝臓及び腎臓で、アミノ酸のリジンとメチオニンにより十分な量を合成するため、食物やサプリメントから摂取する必要はないという報告もあり、必須栄要素とはみなされず、摂取基準量などは設定されていない。また、腎臓はカルニチンを効率的に放置するため、摂取した食事のカルニチンが有量が低くても、 体内のカルニチン量にはほとんど影響しない。とする報告もある。一方、体内の L カルニチンは、加齢に伴う生合成能の低下及び、食事量の減少により、高齢になるほど、筋肉中の L カルニチン、有利カルニチン、アセチルカルニチン濃度が低下することが分かっており、また、最近では、ダイエットや変食などにより、 若年層でも得るカルニチンが不足しがちになっていると言われていることから年齢を問わず積極的な摂取が必要と考えられる。カルニチンはアミノ酸のマイナスリジンと引くメチオニンから生合成されるので成長期あるいは出産期以外には特に補給する必要はないという意見もあるが、上実の通り性合成量はわずかであり、主に食事により摂取されるものが大部分である。 L カルニチンはビタミンではないものの、コンディショナル、ニュートリアントとして、コリン、イノシトールやタウリンなどとともに、重要な栄養素として位置づけられている。カルニチンは、赤身の肉、魚肉、鶏肉、牛乳などの動物性食品に豊富に含まれていて、通常、肉の色が赤ければ赤いほど、カルニチンが乳量が高くなる。カルニチンが多い畜肉は、 草食動物由来で幼畜よりも生畜からの肉と考えられる。乳製品ではカルニチンは主に保衛核分に含まれる。アセチルカルニチンとはカルニチンのアセチル化された形態であり、通常は L 体で存在する。天然のサプリメントで植物や動物の中に存在するアミノ酸である。体内のカルニチンのうち約1割は アセチルカルニチンの状態で存在する。アセチルカルニチンは、血液の関門を通過して脳内に到達し、アセチルコリン量を増やすことが分かっている。実際に、アルツハイマー病初期症状の改善に効果がある、可能性があるとして、世界中で研究が進められており、ブレインフードとして応用され始めている。研究段階ではあるが、L、アセチルカルニチンには、 抗鬱作用があるという研究がある。戦術の通り、脂肪燃焼が促進されることが確認されており、ここから、いわゆる、ダイエット分野に連想されて利用されることが多い。筋肉中のカルニチンは過励に伴い減少することが示されており、また摂取源である食肉を取る機会も、一般的に少なくなるため不足しがちになると言われる。また、近年、脂質による、 エネルギー摂取比率の増えている日本人においては相対的にカルニチン不足となっている可能性もありカルニチンの外部摂取の意義が認められる日常のカロリー摂取量をコントロールした状態でプラセボ群に対してカルニチン摂取群はより大きな体重減少を示したという論文がいくつか存在するまたカルニチン摂取により脂肪の減量筋肉量の増加 疲労の減少を示している論文があり、これらの効果が結果的に体重の減少に寄与するとの主張もある。ただし、健常人に対するサプリメント効果の研究において、ポジティブな結果が得られていないデータもあり、合意を得ていないとする意見もある。が、運動能力の向上は認められないとする報告もある。これは、 被験者の個人差によるものか、実験の方法論による違いなのか議論が分かれるところである。2008年厚生労働省研究班が調査したところによると、健康食品のデータベースから入手できる人試験に関する文献が最も多い素材はエルカルニチンであり、先日のデータ取得、試験デザインの難しさと合わせて考えると効果が認められない試験結果が出る。 可能性もあると思われる。100歳以上の超高齢者においては、血中のカルニチン濃度が高い例が知られている。高齢者に肉食を勧める東京都、老人総合研究所の調査結果とも合わせて、興味深いところである。一般的には、高齢者は体内のカルニチン保有量が少なくなっており、また肉食の機会も少なくなる傾向がある。これを補う目的においても、 流動食など臨床分野においてカルニチンが応用されていい。カルニチンは母乳に含まれている成分で乳幼児の成長因子である。母乳代替としての粉ミルクの場合、牛乳にもカルニチンがわずかに含まれていることから一般の粉ミルクには添加されていない。牛乳アレルギーなどの対応のために導入されている。 大豆タンパクや乳タンパク分解物を使用した粉ミルクにおいてはカルニチンの添加がコデックスにより国際的に推奨されているが諸外国ではこの基準に準じているが日本では法規制がありそうではないため欠乏症に注意が必要となる。ピボキシルキガン有効菌薬はトミロン、フロモックス、メイアクト MS、オラペネムなど多数の製品にわたる。 これらの薬剤は摂取後に抗菌活性体とピバリン酸となる。ピバリン酸はカルニチン方号を受け尿中に排泄される。カルニチンの尿中排泄に伴い二次性カルニチン、欠乏症が引き起こされる。バルプロ酸投与同様、カルニチン欠乏により脂肪酸代謝が障害され低血糖、高アンモニア血症を発症することがある。 血中アンモニアを低下させる。精神機能を改善する。詳細なメカニズムはまだ不明。カルニチンは、腸内で一部の細菌により動脈硬化の原因物質とも言われるトリメチルアミン N オキシドエと代謝され、これが動脈硬化を引き起こすとする説がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。